こんばんは、くまと申します。ブレスオブファイヤー6パート8の方を始めていこうと思います。よろしくお願いいたします。で、本日はまずはギフトボックスに大量の報酬が来ました。まあ10連の召喚キャンペーンの報酬ですね。あとは何だろう、特別オーダーの報酬が来てますね。そしてついに半兵衛さん入手しちゃいましたね。じゃあまずは一括受け取りしちゃおうかな。うわ、すごい溜まってるな。 OK。 で、フェローの状況としては、このスチュアートさんがレベル66まで育てました。で、本日、ブレスオブファイヤーの動画の方にコメントがあったので見てみたんですけれども、まあ突破した方2人からアドバイスをいただきまして、まあ星3を育てた方がいいよといただきました。で、星3をちょっと育てるかっていうのはコメントにも書いたんですが、結構迷ってますね。というのも、まあここまで頑張って育ててるので、どうしようかなっていうところがちょっと今結構悩んでます。そしてまあこのご覧の通り半兵衛が追加されました。あと前回パートで、まあいつの間にかこのアンチェンってやつが仲間に入ってました。これで星4が5人になったので、まあもうガチャする必要はないかなと思ってます。なのであとは星3を育てるか、まあこのままもう意地で星5でいくかっていうところを今後は検討していきたいかなと思ってます。で、本日はまあお知らせの方に桜祭りイベントっていうのがやっていたので、まあ内容を見てみると、シングルミッションをクリアするとこの桜吹雪が入手できるみたいですね。まあ残念ながらノービスのみっていうのが、まあ入手しようかどうか迷うポイントですね。あとはコスチュームが手に入るみたいなので、まあコスチュームをまずは狙っていこうと思います。さあ行こう。まあフレンドポイントももう810ありますからね。いや、なんかいい性能出ないかな。よし。じゃあ20回やってみましょう。スキップ。なんか桜祭りのは出てないのかな。じゃあもう一回。はい。まあ性能ですからね、所詮。では共同体に戻って見てみるか。村尾さん、あと村尾さん、ノービスがレベル25になったので、まあローグにしてみました。まあ特段ローグにした意味はないんですけど、まあハイガードかスレイヤー、ローグ、まあ前線が良かったので、どれにしようかなと思って、まあとりあえずローグにしてみました。じゃあコスチューム今日手に入れたの見てみましょう。まあ髪型顔はいつも通りなしですね。さあどうや。おお、下がる。体力が上がる。ほうほう。ちょっと迷いどこだな、これ。200ぐらい誤差か。はい、はい。結構、私いいの持ってんのかな？なんか全然上がらないですね。上がんないな。お、なんかセットコスチューム。なんだこれは。え、いいじゃん。装備しよう。え、いいじゃん。
やった。へえ。いや、ラッキーだな。体力318と防御71ってどっちがいいんだ。防御にしとっか。オッケー。おお、なんか見た目がすごい変わったな。じゃあいらない装備は売っちゃいましょう。オッケー。ではイベントのここ行ってみましょう。何が出んのかな。あ、これが作るのに必要なやつか。ででで、フラッカ、うん、ゴースト効果。じゃあ行ってみましょう。まあレベル5のマップなんで、正直苦労はしないのかなと思ってます。最高。トレント倒そうか。オッケー。あ、楽だな。オッケー。あ、綺麗だな。トレントを倒すと桜になるんですね。15秒でクリアと。お、クラスアップ。あ、クリスタルか。ゴースト効果と思った。まあこれでノービス用の装備を作るかどうかですね。確か500なんぼだよね。よく来たな。ちょっと鍛冶屋で見せてよ。500いくつってどうなんだろう。最終進化までして500いくつですよね。ノービス、ノービス。いや、これちょっと、クラスごとに整理とかできるようにしてほしいな。あー。最終進化して、これの進化前と同じか。これね。いらんな。今回はスルーだな。まあ、お金も結構使うし。また来てくれ。うん、今の武器で、まあ今の武器これカスだな。まあ売ってるやつですからね。 OK で、実はこの五章黒竜の騎士なんですけど、一回惜しいところまで行ったんですよね。なんでちょっとそれをどんな感じでやったかお見せしたいと思います。会話はスキップします。まあ惜しいかどうかわかんないんですけど、結構惜しかったんですよね。もうちょっとだっていうとこまで行ったんですけどね。行くぞ。 OK、 逃げよう。まあいつも通りここは逃げる。まあ戦ってもしょうがないんで、こんなところで。さあ来いよ。どうした、どうした、来ないのか。じゃあ行くしかないか。じゃあ行ったるわ。あれ、あ、いたいたいた。あ、よ来いよ。まあ、やり方ってのが、まあ、なんかこんな感じで村をさ放置みたいな。
やばいな。ちょっと火力色が HP 減ってきたので一回逃げましょう。さあ来いよ、近寄って来いよ。お、来た。お、やっと来たか。ほら来いよ。あ、死んでしまった。来いよ。あ、死んでしまった。いや、これで一回なんか残り4分の1いきそうだったんですけどね。残り4分の1じゃないか、3分の2ぐらいまで削っただけか。いや、まだまだ長いな。もう一回行ってみようかな。よっしゃ、やったるで。いくぞ。まあこれ倒しても復活するんであんま意味ないんですけど。いくぞ。よし来い。そこ。どうした、来い。どうした、来いよ。何ビビってんだよ。来いよ。行くぞ。逃げろ逃げろ。そこ。どうした、反応がないぞ。あれ、追ってこないな。やっぱなんか追ってこなくなったな。なんだこのプチ変更みたいな。ここいいよ。逃げろ逃げろ逃げろ。そこ。行くぞ。いたた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 。見てなかった。よっしゃ、一回逃げよう。よし、一回逃げよう、一回逃げよう。逃げてこい、逃げてこい。どうした、逃げてこい。おお、来た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 。あら、やばい、見てなかった。いや、でもいけそうなんだよな、頑張れば。よくちゃんと見れば。ちょっともう一回行こうかな。いや、グダグダだな、グダグダだな。いけねえし。あ、いけるか。いや、ちゃんと見ればいけそうなんだよな。よし、ちゃんと敵を見よう。それが大事。行くぞ。見て。逃げて。あとはやっぱ毒に刺せる。逃げよ逃げよ逃げよ。うぅ、遊びは終わり。逃げよ逃げよ。逃げよ。いや、いけそうなんだけどな。ちょっと待っていてください。よし、さあ行こう。
ダメか。なんか全然ダメになってきたな。てか村尾さローグがダメかこれ。まあ、てな感じのグダグダパート8ですけど、やっぱり星さん育てるべきかな。まああとちゃんと装備をするとかね、まあちょっと考えていこうかなと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いいたします。